たもここ数ヶ月の記憶だけを何の意味があるんだ。意味はある。実験を速やかに行うためだ。例えば先入観を持った状態でこの実験を行っても有用なデータが得られない可能性がある。ましてや君の場合は特に。納得いかねえな。家族の身になんか起こったんじゃない？記憶を取り戻したら全て思い出すさ。それはそうだろうが、他に質問も？装置について。このちっぽけの装置でどうやって能力を習得しているんだ？専門的な話になる。簡潔に説明するとメモリに記録されたデータを特定の電気信号に変えて脳へと送り上書きするんだ。え、たったそれだけなのか？ブランチは習得内容に則ったイオンを血中へと送り、脳内の RNA に作用させる。すまん、もうわからなくなってきた。もっと簡単に説明してくれ。君が先ほど習得したエスペラント語は誰かの記憶だということだ。能力や技術を使うためには学習が必要不可欠だ。そして学習した内容を記憶として保持される。その記憶を他人が読み取るとどうなるか？エスペラント語を勉強したっていう記憶が俺の脳みその中に突然現れたってことか。でもさ、そんなんやってたらさ、なんでも副作用みたいなのがすごいんじゃない？その通り、こうした記憶は手続き記憶と呼ばれている。それ以外でもグリアを通じて他人の過去を追体験するってのも可能だ。そんなすげえ実験に俺が選ばれたのかよ。どうしてだ？どうして俺が採用されたんだ？記憶を取り戻して思い出すといい。他に質問は？報酬出るのか？場合による、え、出ないの？だったらやんないよ。なんで？報酬が出ないんだったらやるメリットなくない？なんでこの人を受け取った？どういうことだ？君次第ということだ。答えになってねえよ。答えが欲しければ記憶を取り戻すんだ。だったら記憶奪わなきゃよかっただろ。最後に一つ君に有益な道具を授けよう。シャツの胸ポケットを確認してみたまえ。記憶カードを3個手に入れた。これは何だ？君のこれまでの情報をそのカードに記録することができる。え、待って。え、これってセーブってこと？ただしカード1枚につき記録できるのは1回までだ。どの場面で使うかは君の判断に任せる。セーブは3回しかできないってことですか？それでは頑張ってくれたまえ。そういうことだ。今までの体験をすべて記録できるカード、グリアに挿入することでセーブが行える。マジかよ。セーブできないことに今まで気づいてなかった。なんだこれ。台車だ。ここからで押すことができない。あ、こっちからならいけるってこと？え、台車だ。とても重たい。押して動かすのか。お前、悲劇か。こんなん動かせる何のための台車よ。まず、入れる部屋探すとこから何だけど。こっちを。あ、入れた。あーっと待って、ちょっと待って。いきなり地下はちょっと嫌だなぁ。まあ上から行くしかないのかな。あ、入れた。ラッキーラッキー。本の間にメモが挟まっている。読む。この実験を受けている被験者へ。本当はこのようなメモを残すのは理事長に叱られるのだが、後輩のためにこっそりと隠しておいた。影と遭遇したらむやみに近づくな。アラームの音に注意しろ。いよいよとなったら精神安定剤を飲め。え？影と遭遇したら近づくのアラームの音に気をつけ。メモリの使いすぎにも注意しろよ。影？何の話だ？メモリ？影。グリア細胞について。はい。内容が難解で理解できなかった。なるほど。これは思い出すっていうか、なんかいろいろ差し込んだら読めるようになるのかな？人格形成論。人の性格、すなわち人格を形成する要因は大きく二つに分けられる。一つは遺伝的要因 DNA の塩基配列によって親の形質が子に伝わるが、性格においても同様のことが言える。そやん。親の性格に似るってこと、それはないわ。もう一つは環境的要因、すべての親や周囲の状況によって後天的に性格が形作られていくのだ。なるほど。環境ね。幽霊と幻覚と同配。現状の科学では幽霊の存在を否定することはできない。一定の状況下で霊的存在を認知できるという論証を出すのが関の山だ。仮に精神が疲弊している者が幽霊を見たと言及した場合、それを幻覚だなんだと一生に付すことはむしろ非科学的とも言える。条件を満たすことで初めて、普段知覚できない何かかを認識できる、そう言えるのではないだろうか。著、森田誠一。なんだ？なんで名前が出た？ダイヤル式金庫の構造。ああ、
理解してくれ。カジマのバカ力はその原理。はい。人間は 100% の力で筋肉を動かしているわけではない。なんかそうらしいね。だから、その、ピンチになったら、そう、なんかその力を発揮できるとかさ、言うよね。筋繊維に負担をかけるよう、50% から 70% の力で動かしている。しかし、カジナルの緊急事態に直面した場合には脳がリミッターを外し、ちょっとかっこよくない？悟空かよ。筋肉を限界まで利用することができるんだ。それ毎回やっといて、プロのアスリートの中にはこのリミッターを自分の意思で外すことができる者もいるんだという、かっこよすぎる。かっこよすぎる。そうなりたいわ。これは？机の上に本が置いてある。これ開いてるやつがなんかあるんじゃない？こっちは？あ、入れるよ。なんでこんなにこれ。ヘアピン？え？ヘアピン？え、これ面接でもされるんですか？面接官の部屋でしょ、これ。時計だ。今の時刻と合っているのかさえわからない。金庫だ。開けるためには12桁の暗証番号を知らなければいけないらしい。ほら。観葉植物だ。なんだろうね、なんかさっき影がうんたら言ってたやん。なんか追いかけられるのかな。追いかけられるのちょっと嫌だな。ね、追いかけられるより追いかけたいよね。でもなんかほら、違うじゃないですか。やっぱ追いかけられるのとさ、追いかけるのとでは。タンスの中に鍵。一階の鍵？なんだそれ。お、なんかすごいな。なんか心電図測るやつみたいな。医療関係の機械だろうか。使い方はわからない。これは？スタンドライト。パソコン。なんか基本的に何も、なんだ、またヘアピン？何ヘアピンって。髪を留めるための道具。手先が器用な人間はこれをピッキングに用いる。なるほどね。それは無理だな。そんな技術こいつにはないぞ。上の部はロープで固定されている。ハサミ。ハサミが欲しい。何もしない。なんかその、なんていうのかな、その影、追いかけてくるらしい、その影に出会ってからぐらいのタイミングで、セーブしたいかな、一発目のセーブ。3回っていうのはちょっとね。あ、なんだ。4桁の番号。ここは回せるんだ。え、でもわかんないな。時計かな。時計は何時？9時。9時。ああ、じゃないか。4桁の数字見た記憶がないんだけど。ここなら回せるのか。ん？メモ。本棚の後ろを調べる。こう読める。観葉植物。本棚の後ろ。本棚って。あ、精神安定剤手に入った。あ、でもこういうところになんかあるんじゃないの？その、後ろとか言うってことはさ。いや、またヘアピンか。鍵？あ、ここ入れた。あ、よかった。なんだこれ。内側に何かがある。工具があれば開けられる。お？意味深だね。赤、黒。黒、赤、黒。これは？色けど使わなきゃいいんだろ。知能向上。うん。棚には何も入ってない。精神安定剤1個ゲット。本棚の裏って言ってたけど、本棚はどこにあるんだ？これは？使えそうなものはない。ここじゃないの？本棚と壁の間に何かが落ちてる。拾う。ああ、いらないなぁ。なんかあんまりそれに頼りたくないんだよなぁ。じゃあもう一回上行ってみるか。あ、ここ。3階ね。もうなんだ。扉には鍵がかかっている。カードキーを使わなければ開かないようだ。もう。そうなんだ。じゃあもう地下行くしかないね。なんかいるんじゃないの？嫌な予感しかせんわ。ん？引き出しには何も入ってない。棚には何もない。何もない。メモが貼ってある。読む。小箱を開けるためには鍵がいるが、
取っ手部分をひねることも、でも開けることができる。小箱。なんだ小箱って。持ち出し現金と書かれてる。いや、何もしないです。ダストシュートと閉まっている工具があれば開けられるかも。椅子、こんなとこに置くか？怪しすぎる。怪しすぎる。あ、やった、精神安定剤1個ゲット。なんか小箱がうんたら言ってたなぁ。こっちは。扉がこう、金具で固定されている。また工具か。スタリーダーリーステー。ちょっと、かたくなにそのメモリーを使うことを拒んできてきたんですけど、この負担の5とかが書いてあるからさ。なんだけど、やった方がいいのかな、これって。筋力向上からまずやってみようか。そしたらさ、なんだっけ、なんだ、あれを動かせるんじゃないかなと思って、この辺にあったやつ、そう、これ。台車を押す。そんなこと、このメモリ使わんでもできるよと思うけどね。これなんだ、コスメボックス。ヘアピン。ヘアピンがいっぱい手に入ります。特におかしなところがない。掃除機。オン。なんだありゃ。紙切れ。お、金庫の番号、上4桁だって。こんな感じで手に入るんだ。あ、待って、大丈夫これ。まあ、入ってみるじゃん。何この部屋。急に和室なんだけど。新聞、ところどころマーカーで潰れされているので、全容を理解するのは難しそうだ。4。77市はアパートで火災が発生し、もう一人についてはどう息子の親が亡くなった。調べによると二人は縄で拘束されていたらしく、ワイルまで意識があったという。また火災の原因は、警察は、はい。こいつやったか？何もないんだ。何もない。嘘。掛け軸。いや、絶対裏になんかあるって見て。裏になんかあるから見て。内鍵を置けた。あー、なるほどね。そんだけ？待って、じゃあもう一つメモリーあったよね。知力向上。これ、習得しようか。そしたらさ、本がちょっと理解できるようになるんじゃない？これゲーム実況者の知力向上にはならないですかね。中枢神経系を構成するニューロン以外の細胞をグリアと呼ぶ。神経細胞と比較して数十倍も数多く、脳の機能を影から支えている。形態や機能によって4種類に分類され、特に脳の情報処理を担っているグリア細胞、アストログリアと呼ばれている。この正常の細胞は、血、系、乳、上系、すべて彼女のために、読もう。金庫に限った話ではないが、ダイヤルを回して開けるタイプの家具は、ダイヤル座、カン抜きの3つから構成されていることがほとんどだ。はい。座は金庫内部にあるダイヤルと連携して動く円盤状の板のことを言い、座に掘られている溝にカン抜きが重なることで金庫が開く。エコーやダイヤセーフの有無、それから金庫の型番に暗証番号の桁数を、考慮した場合、12桁のうち数字を8個知ることができれば金庫を開けられる。賢いのは、まあ、急に。じゃ、地下の、メモリーのやつやってみる。ん？え？ね、これ、聴力検査。挿入してみる。何よ、この右下のやつ。このメモリーは実験区画 B にて用いるための記憶です。あなたが今現在感知している光や音は全て私の記憶であるということを留意しておいてください。なお、就業規則2の8により、プライバシー保護のため一部記憶の処理が行われています。ご了承ください。それでは本実験への補助となる情報を一部公開します。2階のダイヤル上の答えも8073です。ご記憶ください。うん。またこのメモリを使用したことにより、脳への負担が許容値を超えた、可能性があります。
追体験終了後に明確な幻覚が見えた場合は速やかに部屋を出てください。それではメモリを終了します。ああ、こういうことだ。速やかに部屋を出てって言われたから、おい、説明しろ。どうしたんですか？どうもこうもあるか。なんだあの黒いやつは。おう、もう見え始めたのか。どういう意味だ。クリアは万能の装置ではない。短期間で連続して使用すると脳への負担が増加する。脳の負担が許容値を超えると見えるのだ。見えるって何がだよ。何かが。我々はその正体についても研究している。脳が疲れると見えるってことは幻覚ってことか。幻覚ならまだ良かったのだがな。我々はあれを影と呼んでいる。不可思議なことにクリアを使用することで万人が同じ影を見る。幻などではない。確かにそこにいるのだ。もう。まあ、触れない方がいいんだよね。うっそ、意味がわかんねえよ。とにかくあいつは害はないんだよな。データが不足しているから何とも言えない。過去の事例では影に干渉しすぎて何人かが植物状態になった。ほう。だったら実験を中止しろよ。早くここから出せ。いや、実験は継続だ。影との干渉を避けたいのなら、今から発する音をしっかりと記憶しておくんだ。あ、このアラーム音は聴力検査だ。影と遭遇する可能性を示唆している。この音が鳴ったら慎重に歩いて周囲を気にするのが身のため。ああ、この音も聞いたことある。このアラーム音はすぐ近くに影がいるということを示している。その場からすぐに移動しよう。影との干渉領域一歩手前だ。このアラーム音はびっくりしたわ。影と干渉しているときに発せられる。説明しなくてもわかるだろう。速やかに逃げなければ取り返しをつかないことになる。それから無意味に走り回ることもお勧めしない。走ると心臓の負担となり、それは脳への負担にもつながる。走ると影との遭遇率は増加する。おい、ちょっと待てよ。それじゃ何かしらメモリーを拾っても脳への負担になるから、能力を習得できないってことか？次にするといい。能力なしでは実験は長引くだろう。しかし影との遭遇率は確実に減る。ん？どういうことだ？能力を覚えれば実験はすぐに終わる。しかし影との遭遇率は増加し、より危険な影と出会うかもしれない。どちらの道を選んでも構わない。どんな手段を取ったとしても、君の行動すべてが貴重なデータとなる。これは君の実験だ。君が選ぶんだ。じゃあもうセーブするわ。ここでセーブしなかったらどこでセーブするよって感じ。中入ったらまたいる。あ、いないじゃん。じゃあメモリ？めっちゃ普通に走ってた。メモリーじゃなかったら金庫開けに行こうか。